ァンダイクが愛に不可発言。ついに対談家が WWW。ヴィルジル・ファンダイクが自身の将来について語る。リアプールではこれから大きな変化が起こるだろう。そして、私もその変化の一部となる。めっちゃ愛に不可発言しててくさ。ファンダイクがこんなこと言うこと今までなかったからめっちゃ不安。変化って CF にコンバートするってことだよな。ヌニェスとポジションチェンジするんだよね。これで一気に丸刈りにして変化見せつけてきたらおもろい。ファンダイクがいる限り、遠藤が干されることはなさそう。ダイクがかなり信頼してるから。ファンダイク対談ならリアプールマジで暗黒期に突入するぞ。バイエルンはミンジェがやらかすし、ファンダイクが欲しくてたまらないだろうな。バイエルン移籍は全然あり、出そう出そう。ファンダイクとクロップがいなくなったら、リアプールって感じしない。スロットに修正を使うって意味でしょ多分。ファンダイク対談で遠藤が逆転マークまくって流れか。この言い方は逆に残る方だと思ってる。クロップとダイクのいないリアプールは9位フィニッシュ、全然可能性あってくさ。移籍するとしたら、バイエルンかドルトムントかな。リアプールで引退するべき。CF にコンバートして、ヘディングで決めまくってチーム救ってくれ。